私ね、この方とはちょっと切っても切れないというか、いろいろ思うとこあるんですよ。あ、こっち、言いましたかね、こうね。昔、恋するハニカミっていう番組でね、デート相手で、佐藤ひとみさんだった。私は、初めてこの業界に入ってそういうデートものみたいな企画だったんで、浮き足になって行ったんですよね。うん。で、あれは、本当に当日までわかりませんから。うん。で、当日行って、まあ、オープンカフェで待ち合わせられててね、後ろ姿から見て、あれ誰かな？でもなんかちょっとお餅みたいだなって思って、確かあの時も思ってた、なんか、あ、お餅みたいだなって思って、パッて言って、あ、どうもって、やっぱ綺麗な顔ですよね。どうもって言って、向こうが、どうもつって、あれあれどうも今日よろしくお願いしますみたいな。すっごく酒で焼けてたの。あれ女優さん、あ、まあいいや。じゃあ今日お願いしますみたいな。あ、はいつって。ね、で、こう、なんか手をつなぐミッションとかいろいろあるんですよ。で、俺は、初めてだからさ、そんな女優さん手伝うと、おどおどしてたらさ、ギュッと握るわけ。で、なんかこう、ニコニコしながらね、喋るわけですよ、いろいろね。なんかこんな久しぶりみたいなこと向こうは言うわけ。ね、あ、間違った。なんかこんな久しぶりですねで、オッケーですってカメラ止まったら、パッて手を離して、あ、タバコいいっすか死んでもないのえ大変でしょ、こういうの。ね。なんかね、いい感じで見せなきゃいけないし。はい。うん。次なんかコース決まってないでしたっけ？あ、なんか、夜景の綺麗なスポット以外だ。はぁ、曇ってんのにねつって。すげえ覚えてる。うん。で、まあね、そういう感じで行って、でもカメラ回ったら女優よ。で、止まったらもう、そんな。うん。すげえショックだったの覚えてる。他の人がね、確かね、すげえモデルさんとかとしてて、めっちゃキュンキュンしててね、あわよくば電話番号交換して会ったりとかしてるって噂聞いてたから、俺付き合っちゃうんじゃないかと思ったね、恋するハニカミで。絶対なかったわ。でもすっげえ面白い喋ってた。だって、カメラ止まった時、その直前までね、好きな人にこんな料理作ってあげたいなとか言ってんだよ。で、オッケーですって言ってバーッと座ってて、はぁーつって、どうしたんですか二日や。つきついわーつって。で、マネージャーさんと喋ってんだけど、この前さあやられたわーつってえっつってスロット吸ったわーって言ってもうそこでこの世界の人とは付き合えないと思ったもんですねああおいつまで俺返した。